はい、ありがとうございます。梅雨明けで、やっと梅雨明けなんですね。梅雨明けですね、なんか今日、はい、でもすごいなんかこの気象庁の発表がすごい曖昧で逃げてるっていうのをこの間なんかのニュース番組でやったんですけど、28日頃に梅雨明けしたと見られるっていう、ゴロだし、見られるだし、ダブルでね、なんかぼやかしてるところが、なんかちょっと逃げてる感じがね、あるとか言って。以前、なんか何年か前、実は梅雨明けしてたとかっていうふうにあったじゃないですか。やっぱりそういうふうな、そういうところで、今なんかこう、まあ、なんでもそうですけど、なんかこう、逃げますよ ね、なんかこう、疲れることを、うん、やっぱりこう、嫌がるような形でね、結局逃げちゃうような表現したんです。やっぱり私たちなんかもこう表現で、はい、そういう風に言われていますとか、はい、こうそうなんですとかで、ね、下手に言っちゃうと、なんかどこに根拠があるっていうことを突っ込まれた時に言われたので、そういう風に言われていますとか、こうネットで調べたこととかも、はい、なんかそういう風に言いますよね。あ、やっぱりそういうような形で、まあ、放送意識はします。あ、それはもう放送界のルールなんですか。そんなことないですけど、でもでもルールといえばルールなのかな。なんで私 NHK に勤めてる時も、はい、やっぱ原稿で書く時とかも、はい、そのインタビューで聞いた話とか、はい、もうそういうふうに言われていますってやっぱり言うように、あんまり断言するなとか言って、断言できないことは死亡した方がいいって言われ上司から教わったので、やっぱそういうとこあるかもしれません。あ、そうなんですね。もうちょっと時間入ります。はい、お願いします。やっぱりテレビでの喋りたも喋りでも、専門そのことに関しては専門家じゃないから断言で、できないし、そこを突っ込まれたら困るので、そういうふうに聞きましたとか言われていますっていう方がね、でもそういうのつつく、その聴衆者とか視聴者っているんですか。やっぱりいないですけど、今までに。でもね、万が一、アナウンサーがこう言ってたとか、うん、ね、本人の耳には入ってこなくても、はい、そういうことが あったら、ね、はい、あれですよ。あ、入りますね。はいはい。